はい、皆さんこんにちは、中学受験家庭教師の、榎本勝人です。本日はですね、6年生の2学期についてに、お話ししたいと思います。今日ですね、7月も終わりまして、明日から8月ということで、ちょうど夏休みもですね、大体4分の1ぐらいですね、過ぎたところなんですけども、そろそろ2学期のですね、特に日曜日に行われる志望校別講座とかですね、日曜特別講座なんか の申し込みの締め切りが始まるんじゃないかなと思うんですけども、それで、いろんな相談をですね、ここ2、3日、メールそれから電話でいただきました。その辺のことについてお話しします。特に夏休みからもそうなんですが、2学期、一番やっていただきたいもの、これは、これですね、過去問ですね。過去問をやっていただきたい。ね、過去問。はい。それをやるにあたって、日曜日の講座を、取ったらいいかどうかっていうのを判断していただきたいんですけども、志望校に、漢字に合わせてですね、学校別対策講座、これはぜひ捉えるといいと思うんですが、それ以外のですね、例えばですね、埼玉の方なんかだと、開智、それからあと、栄東、春日部共栄が一緒になってる講座だとかですね、そういったのはですね、あんまり意味がないことが多いんじゃないかなというふうに思います。ですからそういう講座を取るんであれば、過去問やる時間、これを作っていただきたい。で、また日曜日のですね、西の県だと借りて、四ツ谷なんかだと YT、 そういったテストもあると思うんですが、その辺もまあ、どうかなと。とにかく時間、これが大事になってきますので、とにかくこの過去問やる時間をなんとかですね、確保するってことを考えていかないと、時間がはっきり言って、なくなります。ですから、ね、2学期以降過去問やっていただきたいので、学校別対策講座であれば、ぜひ受講していただきたいんですが、それ以外に関してはですね、正直何らかの時間を確保するということにおいては不向きではないかなというふうに思います。ですからその辺ですね、今週末あたり、ご判断されて、申し込むのか、それとも、取りやめるのか、その辺は、お考えいただけたらなというふうに思います。はい、頑張りましょう。